浅草橋の通りに植えられたマロニエの木。この木が花を咲かせる時期になると、あのお祭りが開催されます。こんにちは。区民リポーターの清水桃江です。今日は昨日の雷雨はどこやら、お祭り日和の今日。台東区浅草橋紅白マロニエ祭り。実は私、小さい頃から浅草橋で育ってきました。今日はその浅草橋の魅力と、このマロニエ祭りの魅力をたっぷりお届けしていきたいと思います。マロニエ祭りとは、歴史と伝統あるものづくりの町として知られる浅草橋地域の魅力をより感じてもらうために、ヒューリック浅草橋ビルをメイン会場に行われているお祭り。紅白マロニエ祭りの名称は、周辺の道路に植えられた赤と白の花を咲かせるマロニエの木にちなんで付けられたもの。マロニエの花は上に伸びていくことから大変縁起が良いとされているそうです。会場ではオープニングセレモニーが始まりました。本年も各町会のちょっとしたグルメや青少年委員会による子ども広場、ものづくり、地場産業の出展など、今日明日の2日間存分に、そしていっぱいお楽しみくださいませ。開催であたりまして、こういった素晴らしいお天気のもと、ちょっと風は強いんですが、開催されまして本当に嬉しく思っているわけでございます。そしてまた多くの方々にこちらに来ていただきながら、浅草橋の地域性を見ていただき、この地域の活性化につなげていただければ、こんなに嬉しいことはございません。台東育英小学校金管バンドの演奏でお祭りの幕が開きました。マロニエ祭りといえば、ヒューリック浅草橋ビル前で行われる盛大なにぎわいパレードが名物。パレード出演団体の皆さんにインタビューしてみました。最初にご紹介するのは、浅草橋おけさ会の皆さん。おけさとは、新潟県の佐渡が発祥の民謡踊り。みんな楽しく、健康で、すこぶる、良い生活をするために、毎日楽しくやらせていただいております。この、 衣装が佐渡おけさの衣装でね、佐渡こちらが、はい、あ、なるほど、ね、なるほど、ね、はい、相川音頭、今日2曲踊らせてもらうんですけど、ね、はい、これが佐渡の相川の相川音頭の、まあ、紋付きなんですね。じゃあそちらも今日のパレードは見どころになりますね。はい、続いて登場しますは、阿波踊り浅草橋連の皆さん。阿波踊りを通した浅草橋地域の活性化を目的に結成された浅草橋連。大人から子供まで楽しく踊っています。今日はお疲れ様でした。ありがとうございます。今年のマロニエ祭りはいかがだったでしょうか。はい、おかげさんでね、天候に恵まれまして、素晴らしい気持ちで踊ることができました。ありがとうございます。ありがとうございます。
せっかく今日は皆様お揃いで、ね、来ていらっしゃったということで、もしよろしければ少しだけここでまた踊りいかがでしょうか、見せていただくことはできないでしょうか。どうですか皆さん、ちょっと触りだけやる、うたら試練の皆さんと一緒に育英幼稚園の子どもたちも可愛い阿波踊りを見せてくれました。お疲れ様でした。ありがとうございました。私も、浅草中学校卒業ということでお世話になりました。今日の演奏はいかがだったでしょうか。今日は良かったですね。非常に良かったですね、はい。浅草中学校 PTA 太鼓同好会なんですけれども、まあ、我々も元は何年か前は子どもがまあ浅草中学校通ってたんですけれども、今現役のお母さん方が少なくなってきておりますので、ぜひですね、現役のお子さんを浅草中学校に通わせているお母様方いらっしゃいましたら、もちろんお父さんでも構わないんですけれども、ぜひ入って一緒に太鼓を叩いていただきたいと思います。その他にもにぎわいパレードにはたくさんの団体が参加。浅草橋の街に活気あふれる踊りと演奏が響き渡りました。今年で開催7回目を迎えるマロニエ祭り。開催にあたっては周辺地域の町会の皆さんが実行委員を立ち上げ、時間をかけてさまざまな準備を行ってきました。実行委員長の島津さんにマロニエ祭りの魅力をお聞きしました。何しろこの地域はもう江戸時代から伝達しますから、江戸文化のもう最たる土地ですから、そういうものをいろんなことを取り入れながらね、まあ伝統を作って長く続けていきたいなと思ってますけどね、はい、はい、ありがとうございました。では2日間のお祭り成功をお祈りしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ヒューリックの1階広場ではとても美味しそうな匂いが立ち込めてきています。こちらでは地元町会の皆さんと
台東区の友好都市の皆さんによるにぎわい広場が開催されています。はい、お店の方に、参りました。外の、出店なんですけれども、こちらはどちらの町会さんでいらっしゃいますか？浅草橋四丁目町会です。はい、町会です。はい、こちらはどのような商品を、販売していらっしゃるでしょうか？ビールとチューハイと、あとおつまみを、軽いおつまみをちょっと出させてもらってますね。はい、では今年のこのマロニエ祭り、はい、お店の方にとっていかがでしょうか？はい、でも最高ですね。最高ですか？はい、こちらは、どのような団体さんの皆様でいらっしゃいますか？はい、こちらはですね、この浅草橋にある、浅草中学校の、はい、PTA でやってます。はい、そうですか。皆様揃ったこの T シャツがこの浅草中学校のマークで、そうです、そうですね、一目瞭然で分かりますね。そして皆様はどういった商品を今日は販売してらっしゃるんですか？今日もそうですし、ずっとそうなんですけど、浅草中学校 PTA はいつもこのチュロス、お得なチュロス、美味しいチュロスを3種類やってます。はい、今日はお天気にも大変恵まれましたけれども、今年のマロニエ祭り、朝中の皆様でとっていかがでしょうか？まあ楽しくいいんじゃないですか。まあたくさん売れて楽しいというよりも、まあこういった和気あいあいとお互いにこう楽しみながらやってるのが一番いいのかなと思います。その他にも子ども広場では工夫を凝らした手作りのゲームが楽しめるお店が並び、訪れた子どもたちは大満足。とっても楽しそうでした。そして2日目には浅草消防署からはしご車が出動、乗車体験することができ、高いはしごの上から浅草橋周辺を見ることができました。私も息子と一緒に乗ってみました。高さ20メートルからの景色はまさに鳥になった気分です。ヒューリックの建物内でもイベント盛りだくさん。浅草橋は古くから問屋街としてにぎわってきました。ヒューリックの2階ではそんな浅草橋の魅力がぎゅっと詰まったにぎわい市ミニ浅草橋が開催されています。はい、ではこちらの川工房シンクさんに参りました。こんにちは。よろしくお願いいたします。こちらのにぎわい市の、お店を出されて、はい、シンクさんということなんですけれども、はい、どういった商品をもう見てわかると思うんですけれども、今一度ご説明をお願いいたします。基本は手作りなんですね。はい、まあ、10年持たなければいけないようなベルトを作ります。それと、まあ、ほとんどが遊びなんですけども、オートバイ乗り用のグッズがだいぶ増えてきてますね。はい、お財布からキーホルダー、それから外国のコインを打ち出ししてロー付けをしてコンチョっていうのを作ってます。はい、珍しいお財布ですね。はい、もう一つ伺います。もうものづくりされている方にとってこの浅草橋というのはどういったところでしょうか？一言で言うと材料の宝庫です。発掘すれば発掘するほどあらゆるものが出てきますの でおそらく1日かければその人が欲しがっているものがほとんど揃うと思います。とっても素敵な材料の街です。おちづき印刷さんにやってまいりました。お店の方の田中さんでいらっしゃいます。ではよろしくお願いいたします。おちづき印刷さんの、はい、扱ってらっしゃる商品またはお仕事の内容ですね、教えていただけますか？はい、会社自体はですね、浅草橋の5丁目で、印刷会社をやってます。で今日はですね、実はこちらにいらっしゃる谷山さんにご協力いただいて、まあ、昔ながらの活版印刷の実演を、まあ、交えてプロのカメラマンに撮影してもらって表紙を作る、まあ、ノートというのをやってるんですけど、
ども、そういう、体験型のイベントを多く企画してますんで、皆さんぜひぜひ台東区浅草橋5丁目に望月印刷まで、足を運んでいただければと思います。浅草橋、この街はどのように思われますか？はいはい浅草橋はもう問屋街、何でもとりあえず揃うと。でこういう文具のものから印刷関係、紙関係もう、まあ、多分紙関係は日本で一番会社が集まってるぐらいのところなので、あんまり知られてないですけれども、いっぱいいろんな会社さんがある、産業があるところっていうのが浅草橋ですね。3階では浅草橋にちなんださまざまなイベントが開催され、訪れた人々を楽しませていました。こちらの部屋では写真家秋山武雄さんの写真展が昨年に引き続き開催されました。浅草橋出身在住の秋山さんは、家業の洋食店経営の傍ら、少年時代から写真撮影に魅せられ、数々の素晴らしい東京の風景を撮影してきました。今年はトークショーが開催され、ご自身が撮影した懐かしい浅草橋周辺の写真について解説やエピソードをお聞かせくださいました。この女の子、何も知り合いじゃないんですけど、可愛い子だったら、お姉ちゃんちょっと写真撮らせてくださいって出させて撮りました。でここの裏門のところですけど、これは地元の方ならご存知ですけども、選挙の時には必ずそこから入りましたね。これが今建物がしっかり変わっちゃいまして、今この現在ここら辺の場所が今一平小学校の幼稚園の場所になっております。お祭り2日目にはステージパフォーマンスが開催され、地元の子どもたちが大活躍しました。こちらはさまざまなクラフトワークが体験できるキッズクラフトコーナーです。こちらでは忍ヶ丘高校と浅草中学校の生徒さんたちが、小さいお子さん向けにさまざまな手作り工作を教えています。こちらのコーナーでは、昔懐かしいプラ板を使った手作りキーホルダーを作っています。好きなキャラクターやイラストをプラ板に描いて、オーブントースターで焼くと、プラ板が熱で縮んで手作りキーホルダーが完成。この焼き具合がとっても難しいんですよね。子どもたちも身近なところからものづくりに触れることができる、マロニエ祭りならではの企画ですね。マロニエ祭り、もう一つの名物が大川船下り屋形船遊びです。江戸時代に大川と呼ばれていた隅田川では、船遊びが盛んに行われていたそうです。マロニエ祭りでは、多くの人に隅田川に親しんでもらおうと、船宿さんにご協力いただき、通常よりも格安な料金で屋形船遊びを体験できます。神田川の船宿から出港し、お台場方面まで行きで優雅なクルージングを楽しめます。いかがでしたか？地域の人たちが一致団結して作るマロニエ祭り、町の魅力や特色が皆様に伝わったでしょうか？私はますます浅草橋が大好きになりました。ぜひ皆さんも
浅草橋へ遊びにいらしてください。